こちらはダナホワイトのコンテンダーシリーズ終わりのダナホワイトの記者会見。まず朝倉海選手の初戦での王者戦について聞かれて、ダナホワイトは、彼は強い子だよ。実力を査定する必要のない選手なんだ。タイミング？まあタイミングっていうのはどの選手にも必ずあるもんだし、彼は世界最強の選手の一人だ。そして彼が本当に最強なのかを見届けるんだよ。王者が誰であろうと初戦で王座に挑戦していたよ。というか朝倉海選手、よくこんなえげつないプレッシャーに耐えながらよく日常を平然として送ってられますよね。やっぱちょっとずつ慣れてくるのかな。でも朝倉未来選手が昔、海は恐怖心がバグってて高いところとかでも平然と飛び降りたりしちゃうと言ってましたけど、そういう素質がもともとあったってことでもあるんでしょうね。そしてこちらはダナホワイトの記者会見、もうちょっと続きやりたかったんですが一旦飛びまして、柴田さんの YouTube、朝倉海選手の UFC デビュー戦についてで、柴田さん、これはずるい、ただの美味しいとこ取り。海も確かにいい選手ではあるが、ファンの多さでゲットした試合、フライ級で言えば大久保や堀口の方が上。海のことはミクルのクソコアラほどは嫌っていないが、俺はパントージャを全力で応援する。そんなに都合よく言っちゃいけないんだよ。そんなに MMA は甘い世界じゃないというのをパントージャに見せてほしい。海が負けたらたっくさんビールを飲む。こないだ俺がインスタライブしたら、鶴谷玲君が見に来てくれて、海が階段を飛ばしていきなりタイトルマッチはずるいよねと投げかけたら、ずるいよねとコメントで返してくれたと。はい。で、今回一番上に来ているコメントは、柴田がライジンに出ているのと変わらないだろうでした。確かに、ミスターお前が言うなよですからね。でも柴田さんのことですから、もしかしたらそこまで見越してやっていたのかもしれませんね。で、鶴谷玲選手、これ少し前のことなのに晒されてとばっちり受けててかわいそうだなというふうに思ってたんですが、いやいや鶴谷玲選手、そんな肝っ玉じゃないようで、さらにこのように押し込んだポストしております。朝倉海が UFC のフライ級でタイトルマッチやることになりました。朝倉海は知名度もあるし、選手のマッチメイクの仕方としてもそれは賢いし、さすが。ただ勝っても負けてもこの階級からすぐ逃げるなよ。フライ級日本人最強は俺だと。それに対して鶴谷玲選手の彼女、君が一番とそこにコメント残しておりまして、ファンたちからはあっつとか、しっかり喧嘩を売る鶴谷玲などのコメントついておりました。仕事ができる選手ですね。そしてこの着物の太さ、期待できますね。で、ダナホワイトのインタビュー、記者会見戻ってきまして、南米とアジアが才能のある選手を育成し続け、小柄な女子選手が台頭してくれば、これまでの UFC 女子52キロのフライ級に加え、48キロ以下のアトム級の創設を検討する必要があるだろうとも発言しまして、これには伊沢聖華選手も絵文字で反応しておりました。他にも伊沢聖華来たーなどと日本のファンはざわめきだっておりました。ただこれにはそんな軽い階級人気出ないし、ただのリップサービスでしょという冷ややかな意見も。そしてさらに、これまでは UFC の選手のランキングは公平性などを保つために、 UFC が資格を与えた記者やメディアによる投票システムで行われておりましたが、それをやめ UFC 独自で決めていきたいという旨の発言もなされましたね。つまりもう競技的にやるより興行目線も入れていきたいようです。朝倉海選手のこういったものも含めですかね。なんだかんだでそうなると、でもライジン大勝利ですね。ずっとその方式でやってましたからね。むしろライジンは興行ランキングでやってますからね。はい。一個一個全部本当によく考えられて、こういう風にシステムを構築していたんですね、ライジン。そしてこちらは平達郎選手に勝利したブランドン・ロイバル選手は、長時間苦しめられた平達郎選手のバックキープについてこのように語っております。一瞬で、あ、これはいつものやつとは違うって分かった。今まで100万回以上バックを取られてきたけど、彼がバックからの4の字ロックをセットしてきた瞬間に、これは他の4の字ロックとは違うって分かった。あんなにもタイトなのは初めてだったよ。俺は身長が高いフライ級だから4の字ロックのエスケープはよく練習している。あと直近のパントジャ、モレノと平は全員バックを狙ってくる対戦相手ばっかり。その中では平のバックキープが一番弱いと予想していたけど、ホーリーシット、あの子のパワーとキープ力は桁違いで、マジでビビったよと。相変わらず褒め上手。
というか自分が倒した相手あれがすごかったといえば自分の評価も上がりますからね。そしてこちらはよく UFC の会場にも足を運んでいて、この度3度目の暗殺未遂にもあったトランプ元大統領のお気に入りファイター発表で、それはジョン・ジョーンズ選手とハビブ・ヌルマゴメドフ選手だそうです。とにかくズバ抜けて強い男たちがお気に入りのようです。そしてこちらは昨日もやらせてもらった木村フィリップミノル選手、彼女のタビちゃんのインスタライブの続きになりまして、昨日は実はこれまでのとんでも発言などヤーマン戦の後にリングにパンティ投げ込むつもりだったなどのね、実はああいうのは木村ミノル選手のためを思ってやっていて、自分はおかしい女扱いされてもいいから木村ミノル選手のイメージ戦略でこのまま反省してるだけでもずっとアンチの風当たりは変わらないので、あいつここまで来たらさすがにワロタという一種のアンチの風当たりを少しでも弱めようとする思いからだったというまさかの女神展開が分かりましたね。でこれは木村ミノル選手が K-1 ファンに DM し鎮突画像をアップするも、それを週刊誌に売られてしまった問題からで、タビちゃんの元にその女性から連絡が来たというものの続きになりましてはい、ここまで長かったですが、というものの続きからでして、タビちゃん、ミノルとホテルへ行った女の人はめっちゃ整形顔の全身上彫りのおばちゃんで、お前は遊ばれただけと言っておりまして、しかしその後、タビちゃん、ああでもそんなの私も経験あるしな、むしろ最初ミノルのことをやり捨てしようとしてたから、私はこれ本人にも言ってるけど、最初はやったら捨てようと思っていたと言ってまして、木村ミノル選手っていつも有名人の特権あんまり使えてないのかな。タビちゃん、私は料理が得意で何でも作れる。ミノル、めっちゃいい人ではある。でも大丈夫、こっから私が変えていくから。私の仕事が忙しくてこれまでは放置状態だっただけ。私がタバコをやめろって言ったらやめるような人だし、タバコはたまに一口欲しいと言ってくるがあげないと。木村実選手タバコも捨てたんですかねそしてタビちゃん、ブアカオの時はドーピングらしいって話だけど、これ私言ったら問題起きる？やめとくとこの先は聞けませんでした。あと本当は1ヶ月前の19日にもミノルやるはずだったと言っておりました。これは試合の予定が入ってたのかな。タビちゃん、アンポルキアさんとミノルの試合は絶対に見たいが、その前にヤーマンさんとの試合が見たい。自分の周りは外人ばっかりなので、ミノルはイケメンではなく仏面としか思えない。記事に子供の名前を勝手に晒されたので記者に連絡して消させた。名古屋で撮影やらラジオの収録があるが、ミノルはそういうとこにも全部ついてくる。松江区にもついてくる。トイレにもついてくるし、と。これは三原純子さんがアニマル帝団のコアラと結婚した時、全く同じこと言ってましたね。トイレにもついてくると。ミノル、行いは悪いが、性格はいい。お母さんに出てきた後も、一緒にいてあげて、と言われた。慶之助さんが一番心配してくれていて、まだ連絡をくれる。周りの人たちはみんないい人。私はミノルにはめっちゃ怒ってる。ミノルの試合を一緒に見ることもあるが、ミノルが見られたくない試合もある。最初の頃のレン君とミノル君の試合は一緒に見ている。昔 DV の男と付き合っていた。7年前。そしてこんなことも言っておりました。ミノルが昔試合に勝った後、リング上からプロポーズしたことがあったが、気にしていない。っていうか、その後、結婚してないじゃん。ヤフーがそう取り上げたけど、実際は入籍してないからね、と。木村実選手、まさかの以前結婚していたと思われていた。あの人とは籍入れてなかったようです。木村実選手、マジでどんなキャラなの？後からどんどんね、出てくる話題が不思議なんだけど。じゃあ少なくともその人とはバツイチじゃないみたいですよ。まあ良かったのか、何なのか、もう変なゾーンに入っているのでよくわかりませんが。タビちゃん、私自身も結婚したいとは思っていない。めっちゃ忙しい。ルーティーンでこれまでずっと仕事でキャリアを積んできたものが、一体何だったのって思っちゃいそうだから。でもそれをミノルに言ったら、ミノルは、俺は寄り添っていたい。俺、付き人になるって言ってた。それでまたリングでプロポーズするとか言ってきたから、ふざけんなって言った。それをやってきたら、マジでマイクで全力で振るからね。ミノルのお父さんはブラジルに住んでいる。
高知署内のコロッケが卵ぐらいの大きさで一口で食べちゃってお腹いっぱいになんないって不満を言ってる。もともと1日4食食べる人だからね。タビちゃん、私はあえてみんなの前では性格を悪くして生きているし、もうそもそも印象悪いからもういい。近くの人がいいって言ってくれればそれでいい。それ以外はエンタメだと思っている。私すっごい叩かれている、ゴミとか言われてるし。でもここでミノルが格闘技に復帰した時に、あの人実は本当は性格めっちゃいいじゃんって仕向けてる。まあ仕向けてるって言っても作戦を練ったわけじゃないんだけどね。かっこ悪い。みんなそれぞれ常識が違って自分と違うってだけで叩きたい人が多いんだよ。しかもみんな人のいいとこを見ないで悪いところばっかり捉えるからね。もっと冷静に見てくれればいいのにね。これは日本人に限らずだね。自分の人生なんで自分の思ったように生きればいいよ。ああでも日本語難しい。なんて言えばいいんだろう。ああでもまあ好きなように思ってくれていいよ。この状況、確かにミノルが悪いとはいえ、ミノルへこむよね。みんなが敵になったら、誰か一人は味方でいてあげないと。出てきたら記者会見はすると思う。心強い味方としてついていこうと思っている。私と出会ってからはミノル、女癖も悪くない。それまではやりちんだったし、でもそれを言ったら私もそうだったし。だって人間って生きてるんだから。私もミノルのことをやり捨てしようと思ってたし、だからお互いそう。でも一緒にいるときにそうじゃなければいいんじゃない？と。以上でどうでしたでしょうか。昨日とつなげて見ていただけるとより理解が深まると思いますが、めっちゃイメージ変わったんじゃないでしょうか。溢れ出るサラちゃん感ありますよね。自由人で、でも芯が強くて損得なしでこう動けるっていうのは、母性によく見られる特徴なんですかね。木村実選手、いい人を捕まえたんじゃないでしょうか。次がだから初婚になるのかな。はい、あー疲れた。俺これで昨日のと合わせてインスタライブ5本見させても。そしてこちらはクレベル小池選手。昨日新たにお子さんが生まれまして、なんと誕生日が10月16日とクレベル小池選手と一緒。 RYU と書いてあるので、これがお子さんの名前なのかな。リュウ君。そして生まれてすぐの赤ちゃんがお母さんの人差し指を握っていることから、早くも指感決めているというコメントがついてて受けました。世界最速でのボペガーベイビーが爆誕いたしました。クレベル小池選手、家も買ったし幸せの絶頂ですね。あとは健康だけには気をつけていただきたいところですね。そしてこちらは遠征井上さん。昔堀口恭司選手とも戦ったイアン・マッコールと知り合い、マジックマッシュルーム入りのチョコをもらい、それで日常生活で常に感じていた痛みが取れたので、ついルールの違う日本にも送ってしまったという弁明の追記になりまして、まずイアン・マッコールとは最初数珠を作ってあげて、それのお礼としてそのチョコを送ってきて、痛みを常に感じていた箇所は主に腰で、留置所の中では60番と呼ばれていたようです。あと他のファイターの方でも、俺これから数珠を作って生活していくだか、生活の足しにするだか言ってた人誰でしたっけ。当チャンネルでもやらせてもらったと思ったんですが全く思い出せないな。わかる人コメント欄にください。そしてこちらはスパイク・カーライル選手。日本マネージャーがつき、日本語で情報を発信する X アカウントができました。まずは大阪でのキリスト教教会で演説するみたいです。演説？講演かな？なんか東南アジア系のデブの男の人で、例えばお尻に絵を描いて、でそこを胸のように見せてお尻の谷間を、で鬼滅の刃の甘露寺密林を作ったり、ああいうアイデア系の投稿とかしたら人気出そうな気がしますね。スパイク・カーライル選手の日本のアニメ好きをぜひ活かしていただきたいですね。で新しいアカウントといえば、こちらはメキシコチカーノファッションのライジンファイターといえばこの人の倉本和真選手。 YouTube 始めました。第1回は自己紹介。滋賀県の日野町出身。滋賀県といえばね、商売のうまい近江商人が有名ですよね。あとはね、滋賀県をボロボロにした県知事のあの人のイメージありますね。滋賀県民全員怒ってると思いますが、本当にひどいんだよなあれが。でそして倉本選手、実家が板金塗装屋のようです。それがだから今につながってるっぽいですね。倉本選手、昔から自分は腕っぷしが強く、なんか泣かしちゃうみたいのが多くて、ウルトラマンも好きで、小3から空手、中学からは柔道部、その先生がレスリングをやっていて、そこからはレスリングも。
当時の後輩曰く、昔の面倒見のいい優しい怖い先輩、当時から一人めちゃ強でオーラも違ったと。現在38歳、験担ぎはしない、普段は70キロ、バイクの他にスケボーも好き、常にスマホでそれらのことを調べている、格闘技のことをずっと調べていると疲れちゃう、カッコつけているとは思われたくないが、カッコよくあってそう見られたいという気持ちはあると。そしてジャパンマーシャルアーツエキスポでのクインテッドルールに出場するが、自分が一番体が小さい、負ける勇気を持って勝ちに行くと。以上で、私そのジャンルからきしなんですが、バッドボーイズの佐田さんとかがやってるようにバイクのファンって多分めっちゃ多いんですよね。マサトさんもバイクの回は再生回数が多い気もするし、 YouTube はもしかしたらそういうのもいいかもしれませんね。皆さんもチャンネル登録ぜひ。そしてこちらは体重オーバーからの前日計量はクリアで試合を敢行し、豪快に1ラウンドで左フックで倒し、計量オーバーとか関係ねえとマイクで叫び大喜びしていたカシメロ選手についてで、まずカシメロ選手と契約しているトレジャーボクシングプロモーションの伊藤正幸代表は、カシメロには確かに失望したが、魅力があるのも確か。あの左フックは唯一無二。井上尚弥選手に勝てる可能性があると思う。復活をアピールできたと思う。なんとかして井上尚弥選手の挑戦者候補として食い込めるように交渉をしていきたいと、カシメロ選手との契約を切ることはないようで、これも木村フィリップ稔選手のドーピング問題の時と同じで、うちで使わなくても、どうせ他で使うし、だったらうちでっていう、結局名前があるもん勝ちになるっていうね。で、井上尚弥選手陣営の方は、大橋会長が、尚弥とカシメロとの対戦の可能性は 100% ないです。軽量オーバーをしておいて、豪快な KO で復活しましたなんて冗談じゃない。尚弥の対戦者候補は何人かいますが、カシメロはリストに入らない。ありません、と。これまではことあるごとに井上尚弥選手 VS カシメロと言っていた大橋会長ですが、さすがにこんな選手とじゃ興行も怖くてやれませんしね。今回のことで切り捨てたようです。そしてこの間のプライムボクシングの2日目の会場にも、ミドル級4団体統一パウンド4パウンド現在4位のカネロ・アルバレス選手が来るかもという噂がありましたが、それはなく、しかし大橋会長が井上尚弥選手とのツーショット写真をアップしまして、カネロ・アルバレス選手、日本で何か仕事してるっぽいです。電通案件ですかね。そしてこちらは那須川天心選手、試合勝利後リングから竹吉くんと呼びかけられた。その時リングサイドにいた竹吉選手の方はそれに対して、やっぱり彼は世界レベルだと思った、速いし上手いし強い、自分としてはいつでもやれる、あとは本当に彼次第、自分は大橋会長に任せています、押すとコメント残しました。はい、那須川天心選手の実力を公表し、つまり那須川天心選手 VS 竹吉選手、井上尚弥選手 VS 中谷潤人選手がもういずれ必ず来るってことでしょうね。ここ必ずって入れちゃって大丈夫ですよね。そしてこちらはまさかの敗戦となってしまった田中康生選手の昨日のポストで、人生山あり谷あり、楽しいです笑いと、逆境も楽しめるタイプのようで、メンタルも大丈夫そうです。これが何よりですよね。そしてこちらは11月4日のディープ、平本城選手 VS ディープフューチャーキングトーナメント優勝者、こちらもイケメンの木村理央選手のトレーナーが完成、ディープ公式よりアップされました。平本城選手、兄貴の影響があっても良くないと思い、ディープから始める。最初はキックボクシングと勝手が違くて全く思うようにいかなかったが、今は MMA の成長具合を感じている。平本蓮選手、運動能力が高く吸収が早い。城選手、兄貴と自分はまたスタイルが違う。自分の土台も作りたいのでディープ。大塚貴文コーチも取っているベルトなので歴史を感じている。対する木村理央選手は K クラン所属、横田和則代表はマジでうちで一番打撃が強いからと。木村理央選手、年少から空手を始め、そこからキックボクシングで次 MMA、 てっぺんジムにもいました。今回は勝って当たり前、その後ライジンにも行きたいと思っている。前回は寝技で負けたので組んでいきそう。ジョー選手、何が何でも勝ちたいと。
世間のオッズではジョー選手が多分フェイバリットなんでしょうけど、実際の実績では木村理央選手だと思うので、ジョー選手がここを勝てば金星と言ってもいいんじゃないでしょうか。そしてこちらはディープ公式 X からのポスト。今週末の2024年10月18日金曜日に行われるディープと JMOC MMA ルールミーティングの参加者が少ないため、締め切りを延長します。会場に来られる方に質問の時間を作りますので、ぜひ参加くださいと。で、この後なんですが、このアカウントは佐伯社長個人で運用していると言われておりますが、このミーティングに出ず、後からルールや判定にいろいろと言わないようにお願い申し上げますとの一部もついておりまして、まあ日頃のイライラも溜まっているんでしょうね。こういうのに出ないのに文句ばっかり言うんじゃないよと。まあ、しかしながら、これを北岡悟選手が引用リポストしまして、興味ありましたが、試合前日でしたので、と、言い訳きたーですね。奥さんやジムの人もいけるでしょ、これは。そしてこちらは、ジェロム・レバンナ選手、51歳、ケージ選手にハイキック一戦、すぐやられてしまいましたが、そのことについて、ジェロム・レバンナ、ジャパンオフィシャルより、試合について賛否両論ありましたが、イストラテに KO 勝ちするなど、10連勝中、今年も UFC4 位、イマボフと打撃スパーで打ち合う実力があること、そして俳優など副業が成功していて、お金のために戦う必要がないのに、日本と K1 への愛ゆえに参戦に至った次第ですと、今回の出場への経緯をこのように語っております。お金が決してないわけではないと。そしてこちらは青木真也選手で、エンカウントさんよりの記事で、階級を下げるということについて語ってくれておりまして、青木真也選手。2013年のコディ・スティーブスとの試合の時、一度フェザー級に落としたことがある。これで階級下の選手相手に無双だなと思ったが、結果は全く違かった。目に見えて反応やパワー、なんかふわふわしている感覚で、もともとは階級下の相手を舐めていたのに、自分も弱くなっていた。あと好きでやっている格闘技が楽しくなくなるのも問題がある。それ以降体重を削ることに労力を割くのは無駄だなと思ってやめた。今の適正のライト級でもリカバリを6キロぐらいしたことがあったが、体が動かなかった。ベストは3キロほどだと今は気づいている。体調を一番に考えた方がいい。ドーピングも減量も同じで、そもそもみんな好きで格闘技をやっているのに、勝ち負けに握られすぎちゃっている。勝てないから階級を落とすって、俺はそういうことじゃないと思っているよ。もっとアップデートをするところ他にあるんじゃないですか？減量に例えば1日1時間走ったりして使うなら、その時間をテクニックの研究にも使えるわけだし、さらに体もフレッシュですよ。 UFC の選手たちは人生のほんの数年間をチートに当ててるだけだから、それとは違う。国内レベルで同じことをやって、俺は世界で戦うとか言っているのは滑稽。 UFC に行っている選手がやるのと、まだ国内にいるのにそれをやってる選手は違う。思想信念主義主張生き方が問われるねと。以上で、昔そういえばダウンタウンの少し後輩のリットン調査団が、自分たちは健康ランドで調理のバイト、向こう側にはダウンタウンファミリーがいて来てて、名案くっきりですよね。でリットン調査団の藤原さんの方は、食卓にウインナーが奥さんと数本だけ並んでて、これ1本あげるねって渡したら、もうこんな生活嫌って言って離婚されたらしいんですが、でも毎日お笑いも好きだし、めっちゃ楽しいっていう考えで。で、まっちゃんの方は俺より山崎法政の方が悩みもなくて、絶対に幸せランクが高いって言ってて、もう本当にプライスレスの問題ですね、こういうのは。なのでこれは一回お金と社会的地位があることと、自分にとっての本当の幸せは何かというのを、みんなそれぞれ考え直してみる必要がありそうですね。自分にとっての幸せが分かってないと、そこにも行き着かないで、みんながなんとなく欲しがってるものを自分を取りに行くってことになってしまいますからね。だから私にとってのお金は、一番は将来の不安を消してくれるものっていう感じかな。まあこれぐらいってこともないが、これが一番大きいかな。あとはいつ死ぬかケツが分かってればね、それなりに使ったり貯めたりもできるんでいいんですけどね。そしてこちらは X で回ってきたやつで、富澤大地って試合中、こんなに喋ってんのかよというもので、いつのものとかは分かりませんが、リングで戦ってますね。その最中の動画。何逃げてんだよてめえ、来いおら来いよ、何逃げてんだよ来いよおいおら何逃げてんだよというもので、確かにね、エミコのおしゃべりクッキングならぬ、
第一のおしゃべりファイティングでしたので、その URL も置いておきますので、ぜひ見てみてください。そしてこちらはあるインフルエンサーの方が街中で女子にイケメンだと思う格闘家というのを聞いてくれておりまして、全部で10名エントリーされてまして、結果からいきますと1位三浦孝太選手5票、2位那須川天心選手3票、3位雅人さん2票、4位武尊選手、朝倉未来選手、雄一選手、平本蓮選手が1票で、井上尚弥選手と萩原恭平選手が0票でした。選んだ理由を聞いてみると、この人は知っているというのも理由にありましたね。那須川兄弟は本当モテますね。龍神選手は京好きのイケメンメンバーの中にいて、他の人より人気ありますしね。格闘技ファンとしては嬉しい限りです。あとはこれ写真の中から選んでもらうというものなので、その写真によりまた結果は変わってきそうでしたが、ただ雄一選手を選んだ人は LDH 系が好きだからと言っていて、多分実際の服装を見たらさすがにそれは違うんだとは思うんですけど、雅人さんを選んだ人は私たちの時代の黒ギャルみたいな人で、ガチムチ色黒系だからと言っておりました。はい、つまり顔以外で選んでる人が結構多いということです。これでも実際のリアルの生活でもそうですよね。ブサメンが結構いい女子を連れているときは、そのジャンルとかグループでいいポジションにいる男だったりね。あと堀江義則選手もよく言ってるように、私たち格闘技ファンが思っているのとは違って、女子は強そうイコールモテじゃないんですよね。韓流やジャニーズやホスト系みたいのが案外いいみたいで、これは江戸時代でも太平の世の中になってくると、痩せた青っちょろい遊び人の若旦那風がモテたり、あとあまり食べれない時代だと裕福の象徴として太ってる人がモテたり、つまりこの人イケてると思う自分の中の感性ですら実は絶対的なものじゃなくて相対的なものであるということですね。まあ、だからつまり他のことでもそうなのに、それを自分の中からいつの世でも変わらぬ湧き出てくる絶対的なものと思うと、人とも揉めてしまうんですね。そういうものですらあやふやなものだということを覚えておくと住みよくなるんじゃないでしょうか。そしてこちらは以前ベラトール×日本の大晦日にも出場した ATT のサバテロ選手、日本語で今行きますと投稿。それをこれまでは太田忍選手がサバテロ選手とはやりたがっていたんですが、太田選手牛久選手に勝っている佐藤翔光選手が目でギョロッと見てる絵文字で反応いたしました。もしかしたら大晦日来るかもしれません。ちなみに今行きますといえば、私的にはあれなんですよね、当時美人女流棋士の林葉直子さんと中原誠名人が不倫してて、中原名人が林葉直子さんの留守電にこれからあなたのところにという意味で突撃しますって残したのがね、ワイドショーで全国に晒されちゃった事件ですよね。あんな名人で、あの重鎮みたいな感じだったのに、こんな軽いノリなんだプライベートではみたいなね。はい、昔はテレビ全局これこれだったからね。はい、というわけで本日は以上となります。今日はスパイク・カーライル選手が、あれはでも日本でキリスト教の布教活動を行いたいってことなんですよね、きっと。以前からずっとあれ言ってますよね。でそれを聞いて思い出した奇跡の伊藤っていう話をメンバーシップの方でしますので、ぜひ加入して聞きに来てください。まあなんだかんだでもう10個ぐらいアップしてますので、通常配信の私のこちらの方をずっと続けるサポートもできちゃうし、一つ100円ぐらいで今だったらもう聞けるということになっておりますので、まあ本当はね、もうこの CM の時間と格闘技ニュースの時間を全く真逆ぐらいにしたいぐらいなんですが、さすがにそれにはまだ時期尚早かとぐっとこらえている状態ですので、いずれもしかしたらパワーが爆発してしまうかもしれません。はい、これからチャンネル登録通知をポチッとオンにしてまた聞いてね。本日も良い格闘ライフを。ああ、この後13時にアップ予定ですので聞きに来てください。油が跳ねませんでお気をつけくださいませ。